地球上の生態系は見えない方程式により均衡が保たれている。ロトカボルテラ方程式では草原にいるウサギとタカの数からそれを導き出した。ウサギの数を X、 タカの数を Y とすると、ウサギの数が増えたらそれを捕食するタカの数も増える。しかしタカが増えすぎると餌となるウサギが減ってしまう。すると食料不足でタカの数も減少する。タカが少なくなるとウサギの数がまた増えるという周期的変化をシミュレートすることができる。この微分方程式は人間社会にも当てはまるのかもしれない。いや CG すごいですよね、本当に。なんだろうな、でも自分にとってのその方程式というか、まあ、そのバランスだったり、こう自分を取り巻く要素だったりとかっていうのはすごいこうよく考えますよ。うん、なんかまあそうだな、うん、まあブランドを動かすこともなんかこうチェスじゃないけど、どう進めてとかも考えますし、なんか特別こう理論的に考えてるつもりはないんですけど、うん、自分の動き方、まあ、それは自由になるじゃないですか。その自由になる部分っていうのは最大限こう考えて、まあ、自分を利用して動いてるかな、進めてるかな、考えてるし、うん、それがね、だから直接的に何か結果に導かれてるかと言われるとね、それは分かんないですけど、うん、でもまあ見えないところでいろんなことが動いてるんだろうなっていう意識も常に持ってますから、うん、見えないところを動かしてるような気持ちで、まあ、毎日行動してますね。